じゃあ、キエラジャー賞、最終章、どうぞ。こんにちは。僕たちケアレンジャー、今回の五島列島祭り楽しんでいるかな。いやー、それにしても3日間たくさんの人出でとっても盛り上がったよね。僕たちもこの3日間で改めて五島の良さを振り返ることができたよ。そうだね、5月10日は五島の日。これからもこのイベントを通じて毎年五島の魅力を発信していけたらいいよね。そしてそこでいろんな人と触れ合って、観光や物産だけじゃなくてそこにいる人の魅力も感じてもらって、そうなればとっても素敵なイベントになるよね。ほんとほんと。でもなんかこのまんま終わっちゃうのはもったいないよね。せっかく長崎まで来たんだからさ、もっといっぱい遊んでいきたかったな。うんうん、昨日の夜だって今日のパトロールに影響があるからって門限が10時だったもんな。何を言ってるんだよブルー、言えよ。僕たちは遊びに来ているんじゃないんだぞ。この五島列島祭りを守ることが僕たちの任務なんだぞ。もうそんなこと言われなくても分かってるよ。レッドは相変わらずかっこいいんだから。そうだよそうだよ、そうすだよ。少しぐらい羽を外したっていいじゃないか。僕たちだって子供じゃないんだからさ。そんな心の隙があるからいつも戦う時にインチになってしまうんじゃないか。少しは進化しろよ。うるさいな。だいたいレッドは人のことに干渉しすぎ、おせっかいすぎるんだよ。ほんとこれだから田舎もんは嫌いだよ。何かにつけておせっかいを焼いて悪いことでもできやしない。なんだってイエロー。だったらお前は人に見られてなかったら悪いことを平気でするのか。まったく総合福祉戦隊の風上にも置けないやつだ。あの四中っちと同じじゃないか。それは言い過ぎだよレッド。いくらなんでもイエローに謝った方がいいよ。嫌だね。イエローが先に謝ったら考えてもいいけど。僕も嫌だね。だいたいレッドが悪いんだよ。もう二人ともやめてくれよ。いやはははははは、五島列島祭りのフィナーレに仲間割れとは相変わらず間抜けなことをやってるな、ケアレンジャー。うわこんな大変な時に四中っちがやってきた。なんだか面白そうな展開じゃないか。一体どうしたというんだ。僕が長崎でちょっと遊びたいって言ったらさ、お前あの四中っちと同じじゃないかって言ったんだ。なるほど、それは面白い。そうだイエロー、俺様と手を組まないか。俺様と手を組めば夜遊びし放題、綺麗な姉ちゃんのいる店にも連れて行ってやるがどうだ。え、本当に？わかった、わかった、手を組む、組む。おい、イエロー、本気なのか？なあ、レッド、どうにかしてくれよ。別にいいんじゃない？本人の好きなようにさせとけば。物分かりのいいリーダーでよかったな、ケアイエロー。お前を今日からこの四中っち軍団長崎支部の支部長に任命する。早速だが
この邪魔なケアレンジャーをやっつけるのだ。よし、わかった。いい笑顔だけに。キー、なんだって、本当にやるつもりか。そんなやつはこうしてやる。よく潜ったね。二度潜った。親父にも殴られたことないのに。もう怒ったぞ。わあ、一体どうなっちゃうんだよ。やるなイエロー、知らない間に強くなりやがって。そういうレッドだって。さすがケアレンジャーのリーダー、僕にはまだまだかなわないよ。あれなんだか様子がおかしいぞ。すまないなイエロー、僕がちょっと言い過ぎたよ。こっちこそごめんよレッド、いつもわがままばかり言って。こいつ、おいおい、何を青春ドラマみたいな仲直りをしているんだお前たち。ケアイエロー、もう少し使えるやつかと思っていたが、まあ仕方ない。最初から当てにはしていなかったしな。なんだって。改めて正義に目覚めた僕の本当の力を見せてやる。行くぞみんな。ケアレンジャーの中でも一番弱いはずのイエローにやられるなんて。どうだ。おいおいイエロー、どうしちゃったんだ急に強くなって。そうだよそうだよそうっすだよ、なんか変なもんでも食べたんじゃないか。実はさっき女かっちゃんに寝返った時に一時的で割れ、ヨンナカッチェの立場になって考えることができたんだ。ヨンナカッチェの立場になって考えた？なるへそ。相手の立場になって考えたことでヨンナカッチェの弱点も見えたのか。まあそんなとこかな。それに今回は僕も違う立場になったことで改めてケアレンジャーの良さも確認できたしね。それにどうしてヨンナカッチェがこのボトボレットお祭りを狙うかもね。そうか、ヨンナカッチェは五島の魅力を一番よく分かってるんだよ。だからこのイベントを狙ってるんだろ。そうだろヨンナカッチェ。うん、そんなもんはお前たちが勝手に想像すればいい。俺様はどんな形であれ五島列島を手に入れたいだけだ。まだそんなことを言うのか。よし、それじゃあ会場のみんなも一緒にヨンナカッチェを倒そう。みんな大きな声でケアレンジャーって言ってくれ。僕たちにみんなのパワーを分けてくれ。いくよ、せーの、ケアレンジャー。まだだ。もっと大きな声でケアレンジャーって言ってくれ。いくよ、せーの、ケアレンジャー。ものすごいパワーを感じるぞ。よし、もう一度勝負だヨンナカッチェ。うん、何度やっても同じことだ。さあ
かかってこい。強くなっている。一体どうしたというのだ。見たか、これが五島列島パワーだ。特に今日はこの3日間でいろんな五島の特産品を味わって、五島の魅力やたくさんの人と触れ合いを感じている人がたくさんいるから、そのパワーも3倍返しだ。よし、このまま一気にとどめを刺すぞ。みんな、これで最後だ。今度は大きな声で五島大好きって言ってくれ。いくよ、せーの、五島大好き。まだだ、みんな恥ずかしがってちゃダメだ。もっと大きな声で五島大好きって言ってくれ。いくよ、せーの、大好きパワー 120%。 いくぞ、とどめだ。いくぞ、必殺技五島列島シリーズ、五島椿油つや髪改革期。いくぞ、五島うどんつるつるシコシコパンチ。いくぞ、五島トビウオあごだし超。五島列島、五島アタック、グエー。今回もまたやられてしまったか。だが最後にこれだけは言っておく。確かに五島の観光や物産も魅力的だが、そこには必ず人の存在がある。そう、そこに住む人こそが五島の魅力にならなければならないということだ。お前たちが大切にしていかなければならないのは、島の中であれ島の外であれ、そういった人のつながりなのだ。だから諸君、この四中っちをこれからもよろしくね。それではさらばだ、アディオス。やったー、四中っちをやっつけたぞ。今回も苦戦したけど、今回もまたみんなに助けられたね。ほんとほんと、一時はどうなるかと思ったけど。まあね、けど最後に四中っちも言ってたように、やっぱり人って大切だよね。そうだね、何をするにしても人がいなければ始まらないし、この五島列島祭りだってたくさんの人の手によって支えられているんだ。この五島列島祭りもいろんな人がいるからこそこんな素敵なイベントになるんだね。確かにそうだね。それじゃあこんな素敵なイベントを企画した関係者のみんなや、会場に足を運んでくれたたくさんの人にお礼を言おう。いいね。じゃあみんな大きな声でありがとうって言ってくれ。いくよ、せーの、ありがとう。うわー、すごいね。みんなの感謝にあふれた気持ち、本当にこのイベントに参加できてよかったよ。それじゃあ僕たちはそんな感謝の気持ちと五島の魅力を歌と踊りに乗せてみんなに伝えよう。ということはあれだね、新神五島音頭。もう僕たちもこれでパトロール終了だから、張り切って踊るぞ。うん、いいね。
じゃあせっかく踊るんだったら呼んだかっちも呼ぼう。まあね、あいつも本音はきっと後藤が大好きなんだよね。素直に表現できないだけで。おーい、呼んだかっち、お前も出てこいよ、一緒に踊ろうよ。あはははは、俺様はお前たちが楽しそうにしていれば何でもよいのだ。さあさっさと始めるぞ。よし、それじゃあ早速行きますか。構え、ミュージックスタート。後藤が大好きなたくさんの人の提供でお送りしました。